オランダ領政論は1658年から1796年まで政論島に存在したオランダの植民地。首都はスリランカ西海岸のコロンボ。オランダ東インド会社により運営された。探検家、ヨリス・バン・スピルバージェント、キャンデオ、ウィマラ・ダルマスリア一世紀の会見17世紀諸島、ポルトガルが政論島に格好たる足場を築いていた頃、オランダは 東南アジアのジャワ島に同様に足場を築いていた。1602年、オランダの探検家、ヨリス・ヴァン・スピルバージェンは、セイロン島の東海岸に上陸、内陸のキャンディ王国との接触を果たした。ポルトガルの支配からの解放を求めていた、キャンディ王国は、この後、オランダ・ポルトガル戦争において、対立関係にあったオランダに支援を求める。1658年、オランダは、 ポルトガル両政論の首都コロンボを攻略、ポルトガルの支配は終焉を迎えた。ポルトガル支配の終焉後、キャンデオーはオランダに、ポルトガルから脱出した要塞を協定に基づき、引き渡すよう要求した。しかしオランダはそれを拒否、以後17世紀から18世紀にかけて両国は、たびたび衝突と和平を繰り返すことになる。ポルトガルに変わったオランダによる、 植民地支配の時代では、仏教、ヒンドゥー教には比較的寛大で、カトリックに対しては強硬な態度をとった。1795年、フランス革命戦争により、オランダ本国がフランスに占領されその支配下に入ると、イギリスは海外のオランダ植民地を攻撃した。スリランカに存在したオランダ両政論もその対象となり、1796年には、 全拠点が、陥落、1802年のアミアンの和訳並びに1815年のウィーン会議で正式に、イギリスへと割上された。ありがとうございます。